はいどうも皆さんおはようございますこんにちはこんばんは歴戦人講師宮口ですはいじゃあ何言ってるかわからんからマスク取りますわね、えー、はいじゃあ今日はね何かと言いますとえー、山ごろだねはいおなじみ山ごろですわほーら2021エ ね、まあどんな講座か知らん人も多いからね「えー、論文山ごろ」変な名前やのと思う人もいっぱいいると思うんですこれね昔はた論文ごろテクだったんですけどね、まあ、一応や山手て的なあところもね、えー、含んでますんで山手てと語呂合わせですねで今年はね特にこれがあ見どころですよ知らない問題が出た さあどうするここがやっぱねあの見どころだと思うんですよ。でもねその前にまずは基礎固めうんうん見てくれほら最最低低必必要限必要限の,あの型を隔離しますますず、ええ、これはあのやはりね論,論文のあんまり勉強してない人がまあたまたま担当に受かったりしてさ全然論文ができてない人いるんだよ。な だからそういうところを、まあ、語,呂語呂合わせとかを使ってねやっていくと、えー、最小限のあ型を確立宮口メソッドにより必要最低限の型を確立し流れのよくない場当たり的な答案からの脱却そうはねいいこと言ってるね流れのよくない場当たり的な答案、ね、からの脱却を測りますその通りええー、はい。 じゃあ赤レンジャーでちょっと塗るよ。うん。これね、皆さんね、2時間 ×12 個まで書いてますけど、ええ、ええ、皆さん、私ね、もうサービス精神旺盛です。はい。2時間だけど、もう3時間だと思ってください。え、先生、何ですか、それ、もう、面倒ですよ、と思うでしょ。ちょっと、そう、そう、まんてください。ありがたいと思ってください。これ、3時間で設定すると、値段がね、一気に2分の3倍になりますよ、これ。 7万円だけど、ちょっとかあの2分の3倍,3倍だと10万円超えません。超えるでしょ。ほら、それを私がもう自分でかぶってるんですよ。値段が跳ね上がらないように。だから3時間教えてるけど一応2時間という設定でやってますから、まああのめんどくさい人はね1時間とかでこうあ停止にしておいてまた続き聞けばいいんだよなね。あの2時間って言ってるけど3時間したコまだと思ってください。ね。でどういう人向けかというと。 ほら担当に力を入れてきて、まあ、受かったのは良かったけどねでもほら論文に力を入れてこなかった受験生ええおすすめですこういった人たちにうんうん短期間で論文のね基本知識学べますよで、ね、2×12 だけど 3×12 みたいなもんだからねうんそれで何ねこれ即効性のある語呂合わせ これちょっとキーレンジャーで塗ってみようかなほらなんかこうねいい蛍光ペンやなこれうんゴロテクやねほらあれこれ全然つかんじゃんもうダメだこれええー、これはもうねおさらばです今までありがとうじゃあ次にこういう蛍光ペンいってみようかこれはどうよ見せかけばかりではないだろうなおまあまあいいね はい、で論文の、えー、型あそうね定義、えー、論証の語呂合わせ、えー、長文が出た時の解放テクニックを惜しみなく伝授しますそうなんですよ。でさっきも言ったけど型ね、えー、例えばほら距離通が来たらどういう型があるかってねまあい言いませんよこれちょっとノウハウだからね。で定義もあるんですよ。えー、定義例えばね あのー、間接侵害の「のみ」の定義とは言えるはい「のみ」とは、ね、このぐらい言ってもいいわ語呂合わせがあるんですよ「継承実施他の用とらしい「い継承実施他の用とらしい経済的商業とう実用的な「他の用途がないことを言いますね論証の語呂合わせかあ例えばね、あのー「ウォーキングビーム事件のあーのーあれ発明の範囲の理由付け言えますねあるいはあれでもいいよ あの学習図形試験の利用の定義言える言えるでしょあれもね語呂合わせがあるんですよ。これはちょっとねあの希少価値があるんでちょっと言えないわ。うん、あるんですけどね。うん。はいじゃあ平成あの過去24年分のあ論文の本試験の分析これ24年分だったっけなうんまあ相当古いところから分析しますからね。そう だからねもう何がもう何ていうかねこれはもう絶対勉強しとらないかんなっていうのはすぐ分かりますええー、そうね新作問題もあのこれはあの後でね知らない問題が出たぞさあどうするっていうところにもつながってくるんだけどねはいで条約的要素そうね皆さん条約苦手やからねええー そうですよ。条約という科目はありませんけど条約的要素は最近毎年のように聞かれますからねああほらジュネーブ・マドプロ PCT の辺りですよああ条約的要素が聞かれてもいいようにねはいじゃあこれ何「判例ダイジェストの会」ああそうね判例もやるぞといいねこれ本当にに何ていうのもうね 虫が良すぎますようんこの講座ほ、ね、んとね何ていうかさあ超毒だよこれうん焼肉食べ放題みたいな講座だねいやそうではないか焼肉食べ放題っていうかそうではないですうんあの質と量が高いんでね量だけ多いわけじゃないからうん S513 月10日メリアス事件や平成14年222エトニス事件などの判例は論文でも品質ですが実際には非常に長くそれを丸暗記するのは非常に非効率です短くても、はい、そう重要キーワードが押さえられていれば受かるんですよ、ね、で判例ダイジェストの回では論文と案で必要とされるエッセンス部分を端的に伝授しますと、ね、扱う判例の数はね縁起も担ぐ意味を超えて 77ですラッキーセブンセブンねはいそして何と言っても知らない問題が出たぞさあどうするね道問題の解答2コマプラスそうこれがもうね真骨頂でしょうわこの講座のああもうやっぱねこういうところでしょうね皆さんが差が出るとしたら。 どんんななに勉強してもね知らない問題出るんですよ、ね、だから山当ても大事なんですけど私はねこう思ってます山が外れてもつまり知らない問題が出ても解ける力これがもう何よりも大事。ええー。ねほら本試験では必ずと言ってよいほどあ予想とか準備ができ,なかできていなかった問題あるいは本試験に密室の 論点判例といったいわゆる知らない問題に出くわしますとそこでそのような道問題が出ても思考停止せずに答案を作成するコツを伝授しますねはい、えー、あとはまあスケジュールはこんな感じなんだよねうん値段はラッキーセブン,セブンねいやーこれでブンになりますよ皆さんほら見てくださいね 77でしょ7万円の7ほら37揃いました縁起物ですよええー、それだったら先生7万7700円にすればいいじゃないですかいやいやそれだったら皆さんの受,受講金額上がるだけでしょ、ね、縁起はいいかもしれんけどあの受ける人が少なくなるわ値段が高くなったらねだからここで77ね7万円はーい じゃあ先生、一っそのことを6万7千円といよう,うにすればいいじゃないですか。そうすると6っていう数字がね、やっぱり入るとね、うん、あれかなと。えー、はい、と、え、い、ー、うことで、あのー、ちょっとこれのチラシの裏側はどんな感じになっているかというと、あこれはまあ見せてもいいのか。これはもうチラシに載っちょるからね。ゴロテクってこういうところで役に立つんですよ。例えばね平成30年の論文で、 三条二項の趣旨ができた出てきたんですね。ほら、ええ、商標法三条二項の趣旨ね。まあ、あの、こんぐらい知ってないとね、語呂合わせに頼ることなくね。もう知ってないとダメなんやけど、あ、俺の語呂合わせにかかればね、なんともいとも簡単に書けると、ええ。いいですか。あ、特典、長年使用結果、あ、密接経験、堅調性、ほら。 特定、長年使用結果密接経験堅調性もう絶対に落とすべきじゃないキーワードを網羅してますえー、どうですかねえお、はいじゃあ今度はねあのー、あこれちょっとね価値ありすぎだな <laughs> これちょっと載せない方が良かったなま,まあいいかええ衣装でさあのー、よくあのー、ね どんな出願対応が考えられますかっていう出願対応問題っちゅうのがあるんだねほらこれもうフルバージョン教えてみますわほらブブガケ完全漢な内ブブガケ完全漢な内ひどい管理で深刻債。ほら、ね、ああでもねこれ他にもいろんなバージョンがあるんですよこういう時はこれみたいなね で、でここの中かららう、取捨選択しながらね、やっていけばいいけばんですよ。テニスラケットでしょこれ。うん、でこれね一体的に成形されるって書いてるじゃんほら金型にて一体的に成形されるってあるでしょだから部品の衣装を変えちゃダメなんですよ部品はダメです消してるでしょ。うんでもほらグリップ部分っていう言葉出てきてるからね部分っていう言葉出てきてますからあの部分衣装 OK です。ね そんなところですわええー、あとはそうですねこれ関連書いけるのかないや部分と全体だけですねうんそうでしょそれだけですわ うん、はいちょっと待ってねそ,それ何番やったっけ応用例の 2? <laughs> ちょっと見せてあの実際どういう問案になってるかちょこっと見ますからあ応用例2かあーそういうことなるほどはははは,はなるほどね関白い これねちょっとあの何て言うの関連とかここでは消してますけどあのー、こういう質問もあると思うんですよ。えー、どういうことかというと、えー、先生こ,ここではこ「これ以外の衣装は考慮しないものとするとは書いてませんよ」と。ね。そうするとほらあのラケットのバリエーションもあるから関連書も書いた方がいいんじゃないですかとかね。 うんそういうところもあるかもしれんね。だから場合によってはあのその他で書いてもいいかもしれませんね、えー。ちょっとそういうアドバイスもしていきますからね。この関連とあとほら新規性失なったあ総数していないほらこういうねこういうところを教えますから、えー、新規性総数していないということは秘密にしてもいいかもしれませんよね。だからこれとこれはいい。 関連と秘密はねまあその他レベルで書いてもいいかもしれませんわメインじゃないけどねその他レベルで上げても良いと書いてみますわうんうんうんねであとあの在外者ではないとほらだからあの在外者ではないということは管理人は書いたらダメよ なんだっけほらここに管理管理ね管理人はかかんでいいですええー、そういう感じかなうんあとはねあジュネーブ特例関係ないって書いてるねほらジュネーブ特例考慮しないって書いてるからまあ国債もいらないわね国債化消しとるやろそういうふうにして まあ台をね絞っていくっていうそういう訓練を教えていきますからねで道問題はね去年ほらこういう問題出たでしょうん、うん、あの精進論についてはこれまでね聞かれたことがありますけど去年初めてですねなんと間接侵害の精進論これ初めて出たんですよ R2 で初めて出題ねでこれまさにあの知らない問題ですわな あもし準備不足でこのような知らない問題が、えー、出てしまったらどげんするああまあ一応これ回答ですか問題ですか。こうは P の擬飯に属するフィルターユニット A の製造にのみのみ持ちられるフィルターええー、のみフィルターですねええー、製造し棒にあー販売したで棒はこうから購入したフィルターをねええー、業者に販売してるああだからよ 飲み品の転売ではねこう、えー、はこれあのー、特許権 P の人だと思うんですよ特許権 P の特許権者だと思うんですねだから、えー、これはえっ、ー、とボボがその飲み品の販売をしてるんですねボに対し、えー、フィルターの販売行為をしてるのもボですこれを差し止めることがね えー、差し止めることを「が」で止めてくださいできるんでしょうかうできるのかできないのかその理由ね皆さんどうやって乗り切ればいいと思いますこれ R2 論文ですよそういうところもね教えていきますからねうんあのあと俺がねちょっと即興で今ね作ってみましたこういう問題が出たらどうする 出願公開によって特許を受けることができなくなる発明について説明ですよどうよこれちょっともう首をかしげちゃうよねええこういう問題がじゃあこれのあの回答を作りますから俺がじあの講座取ってくれればどっかで出しますからねええであとねこういう問題はどうよこれはまあ知ってる人は知ってるよね職務発明をした従業者うね うん、でそれの勤めてる使用者をおつに受ける権利をあの譲り渡して、まあ、原始使用者と貴族はちょっと考えないで、まあ、普通に譲り受けたとでそれをさらに第三者兵に挙げたとで兵が特許を取得したとこの場合おつに35条一項の通常事件認められるでしょうかねえいやこれも面白い問題やねどうでしょう俺 おつが主人公ですよ乙に35条自主権認められるかとねあの平が特許取得者なんですようん従業者講はオレンジぐらいにしとっかどうよよもれえもんだやろこういう道問題が出た時にどう対処するかですよねえ 面白いでしょまあ一つねきっかけ見るとまあ条文見ろよとねとりあえず35条一項の条文見ればな何がしかの解決策が見いだせるかもしれないでしょ、うん、まずは条文見ろっちゅうことよええー、で次にまあ趣旨とかね具体的妥当性の考え方、まあ、世間一般の常識とかねえー、35条一項って言ってんだよらは35条一項の条文まず見ろよと。 ね、うーんそうなんですあとはまあ趣旨に照らし合わせてみるとかねいろんな考え方があるんだよ。うんこ答えはあの絶対に、まあ、イエスだけかというとそうでもなくてノーという見解もあったりするからね、えー、まあそういったその道問題とか、まあ、ちょっと答えがイエスなのか ななのか分からんような問題そういうところをねそうだねまあ20テー前以上やっていこうかなと思いますであとねちょっとあの改正はどうですかと改正の心配があるかもしれんね大丈夫ですよこれ改正のことを全然書いてないんだけどもうねじゃあちょっと私が一つ見せましょうか改正の心配ないぞみたいなことをね一つ、えー、じゃあ、えー、教えておきますわうん 例えばほらねこれ衣装、まあ、特に衣装がやっぱりねあのすごかったからね改正ちょっとここだけ見せますわほらほら R1 改正ねちょうどわざと邪魔してますよ俺がね R1 改正ねでこうすればいいのかほらちょっと定義とかね それから3条2項とはねほら色塗ってるでしょ棒条とほら大体改正に影響のある条文全部乗っけて俺がもう簡潔にまとめてるんですよこれまあもちろん青本レベルとは丸通してもいいんだけどさそんなの青本見てくれよねそんなのをコピーしたらもう一気にページがなくなるんだよな俺がもう一言一言うん。言これなんかありがたいよ7条なんてね物品の区分によりがところによりになったよその理由をいたった1行で。 述べとるしね複数異償一括出願制度導入の趣旨もたった1号でも簡潔に述べとるやろこれがありがたいんですようーんんな長々と言われてもねありがた迷惑やわねっ、まあ、関連症なんかもねもうあの一、ー、行から八校まであるんだけど一と言で言うとどうなのかみたいなねほらうんそんな感じでねうんあのー、いい講座ですよこれ。 本当にこれねマジで価値がありますね私が受験生だったら間違いなく受講しますこれええー、間違いないねまあ今俺受講生受験生やないから受けないけど俺が受講生だったらもう絶対に受けるタイプの講座ですわこれ間違いないですええー、絶対受ける俺が受講生だったら、うん、そのぐらいいい講座だねうんはい じゃあえー、っとこの辺で終わりますわはいじゃあ宮口聡のね「論文山五2000」こうすればいいのはい2021あー知らない問題が出たぞさあどうする道問題対策プラスということで、えー、レック仙人講師宮口聡がお送りしました。 こんな感じかな。はいということで、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。